安全装置のクリップがついた M14 地雷。U 字形状のクリップには緑色のプルコードがついている。また、感圧板の上の黄色い矢印の位置は、まだこの地雷が撃発可能状態になっていないことを示している。M14 地雷、俗称、トーポッパーとは、直径 56mm と小型の対人地雷である。配備は1955年頃、アメリカ合衆国による。 M14 の機構は、加圧の際に皿羽を用いて、激震を下方へ引き、雷管を打撃するものである。M14 は、非常に探知が困難であるが、理由はその玉体の大半が、プラスチック製の非金属製地雷であることによる。このため、地雷除去が容易になるよう設計は後に変更され、地雷の底部に、高性能ワッシャーが貼り付けられた。M14 を、 作動可能状態にするには、底部のプラグを抜いて捨て、M46 打撃進化を地雷の底部にねじ込む。次に地雷を地面の浅い穴に据え、地表と同水準の高さに揃える。間圧板を注意深く回転させ、安全位置から作動位置へ変える。この作業には、地雷の木箱ごとに配布される特殊アーミングスパナを用いる。最後に、 有事上の金属製安全クリップを付属のコードを引いて感圧板から除去する。この時点で地雷は完全に作動可能状態になる。アメリカで配備された当時 M14 はしばしば在庫にある他の地雷と併用された。それらは M16 地雷、M15 地雷、M19 地雷である。こうした混合型の地雷腹では 対戦車地雷を対人地雷が保護し、また逆もあり得る。同様に、M14 は、他国で生産された形式の違う地雷とも、併用される。これらは、PM-2、VS-50、バルマラ69、また d m 6 2などである。M14 地雷の断面構造。U 字上の安全クリップが欠けている。間圧板状の矢印は、明確に地雷が、 作動可能状態に置かれていることを示している。M14 の上面には矢印が浮き彫りにされており、簡易に作動状況を表示している。これは A もしくは S のどちらかに置かれ、状態を明確に表示している。矢印が A を指していれば、M14 の長部に乗ると爆発する。M14 を解除するには、作動状態に置いた手順を逆に繰り返す必要がある。 ただし、ブービートラップや処理防止装置の類がさらに地下に仕掛けられている可能性のため、これらを除去したり解体する方法よりも、実際にはしばしば現地で地雷を破壊するのが標準的な地雷除去である。M14 は1974年以来、アメリカ軍では作戦に用いられていない。ただ、2010年以後、朝鮮半島での緊急使用のために、 アメリカ軍では150万個の地雷を備蓄したままにしているが、これは地雷に信頼性があり、効果的な兵器であるとみなされているためである。本地雷は大量に輸出され、多様な国で使用されてきた。そのため未だ M14 を埋め込んだままの除去されていない地雷腹が存在する。M14 は、アンゴラ、カンボジア、チャド、チリ、エルサルバドル、エディトリア、エチオピア、キプロス、 イラン、イラク、ヨルダン、ラオス、レバノン、マラウイ、モザンビーク、ソマリア、ベトナム、ザンビアで見つかっている。加えて、M14 の設計を複製したものが、インドやベトナムのような国の一部地域で生産されている。2008年以後の兆候として、ライセンスを取らない、M14 の複製品が、ミャンマーのバゴー地方域、ニャーンチャイダウックにある、 ミャンマー防衛産業の工場で生産されている。現地のミャンマー陸軍では広くこの地雷を使用している。VSMK に SB-33 もしくは PM-3 と同様 M14 の収容する高性能爆薬2 9ムという量は実に小さい。これは被害者の無力化に特化した設計のためで殺害するためではない。m 十四が生み出す爆風は 素早い緊急医療等が提供された際には、知死的なものではないにせよ、被害者の足を部分的に大きく損傷させる。それにより、何らかの形の工場的な歩行障害に至る。M14 の内蔵する作薬は、成形作薬のように幾分化水型に成形されていることから、爆風の多くが髪型へ集中し、破壊効果を高くしている。M14 の被害者が、 ミャンマーのようにスアシカ、サンダル着用のような状況では、受賞はより深刻である。TS-50 地雷のようにより、近代的な設計の対人地雷と異なり、発火機構が比較的単純なため、M14 地雷は爆風による地雷除去法に抵抗する機能はない。ありがとうございます。